皆さんこんにちは、シレナの宮田です。今回はミート5分解説ということでシダースをやっていきたいと思います。シダースって技はロナウド選手でしたりネイマール選手が得意な技になります。やり方とポイントの方を分かりやすくご説明できればなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それではやっていきましょう。はい、そしたらやり方のご説明をさせていただきたいと思います。やり方の方はまず得意な足でボールを内側から外側にボールをまたぎます。でボールをまたいでから逆足の小指で相手の逆をつくという技になります。はい、まずポイント1つ目、ポイント1つ目はボールをまたぐときなんですけど、またぐときに自分の体の下付近でやるようにしてください。これなんでかって言いますと、ボールが例えばこう離れすぎてしまってる状況だと、こうボールをこうまたぐときに体勢がこう崩れてしまったりだとか、ボールの上をこうやってまたいでしまう形になってしまうので、これがボールの下にある状態だと、こうまたぐときもしっかり自分の姿勢とかもよくまたげますので、なるべくボールの下付近でね、やるようにしてください。はい、そしたらポイント2つ目ですね。ポイント2つ目は、またぐときに、しっかりこうまたぎきるようにしてください。これが、中途半端な状態で、これぐらいのまたぎだったりとか、そういうときに、次のね逆足で小指で出すときのタッチが、まず出しづらくなります。それと同時にしっかりこうまたがないと相手もやっぱり引っかかりづらくなりますので、しっかりまたぐようにしてください。で、あとはこのまたぎる時のスピードっていうのはやっぱり早くまたいだ方が、確実に相手も、嫌なプレーになりますので、しっかり早くまたぎるっていうのを意識してやるようにしてみてください。はい、ポイント3つ目ですね。ポイント3つ目はシザースをこうまたぐ前の、タッチに小指を入れてからまたぐようにしてみてください。ボールが流れている状態でまたぐときより相手も出てくるタイミングが分かりづらくなります。なので一度ねこうドリブルをしてて挟んでから行ったっていう形でリズムを変えるようにしてみてください。はい、そしたら練習方法の紹介をさせていただこうと思います。今このようにコーンの方を置かせていただいたんですけど、まずはまたぐ練習をするようにしてください。ここに立ってもらって一回ボールを出して、でこうまたぐ練習で、ボールが止まりかけたらまた一回出してもらってそのまままたぐ練習、これを繰り返してやるようにしてみてください。はい、先ほどの練習で早くまたげるようになってきたなっていう風になってきたら、今度はこのように障害物、コーンなどを置いていただいて、こちら側からスピードに乗ってシダースですね、このように、かわす練習っていうのを、してください。で、これ以外にも、シダースって結構組み合わせができる技で、例えば普通に1回またいでまたもう1回逆足でまたいで、ダブルシダースみたいな形だったりだとか、あとは、ちょっとあんまりスピードに乗ってない状態の時に、例えば、ドラッグシダースですね、ドラッグシダースだったりだとか、例えばダブルタッチと組み合わせてみてまたいだ後に、ダブルタッチだとか、いろいろ組み合わせができる技になりますので、普通のシダースができるようになってきたらチャレンジしてみていただければなと思います。はい、いかがだったでしょうか。シダースって技は結構南米の選手ですね、先ほども挙げたんですけどネイマール選手だったりだとかブラジルの選手がよく使う技になるので、南米の選手を参考にしてみたりだとか、日本代表の選手だったら久保建英選手が、よく、ロールをしてからシダースをしたりだとか、そういう技も、使っていますので、そういう代表戦だったりだとか、いろいろ参考に、して、やっていただければなと思います。はい、ということで、今回の動画参考になりましたらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。